MTP 研修とは、一般社団法人日本産業訓練協会が実施している監督者、管理者養成プログラムのことである。つ研修も管理職を対象とした研修であるが、MTP はさらにその定石に当たる人たちを対象とする研修である。津と同様、日産訓により広く実施されており、多くのサラリーマン、 人事担当者の間でもよく知られた研修である。戦後アメリカより日本に紹介、導入された MDP は、その後、長年にわたり、日本の産業界で管理者研修として採用され、戦後の日本経済の復興、発展に貢献してきたと言われている。その受講者総数は100万人を超えており、現在でも年間約1万人が受講していると推測される。 また、最近では、アジアを中心とする海外諸国からも注目されており、日本産業訓練協会が、その導入、普及を行っている。日本に導入後、半世紀を経過するものの、変化する雇用形態や就業者構造など、多様化する労働環境の変化に合わせ、ほぼ5年ごとに改定され現在に至っている。MTP とは、管理者が、 自分の組織を管理していくのに必要な知識、技能のすべてを研修するのではなく、主として組織の長に必要な管理の基礎、参加した受講者同士が意見や体験を交換し、相互に交流しながら、インストラクターのリードにより、会を導き出す会議方式主体の研修である。管理者は管理の仕方についていろいろな体験を持っているが、その経験の中には、 何らかの原則が潜んでいる。そこで受講者に体験を発表してもらい、その中に潜んでいる原則を導き出し、理解し合い、考え、行動することを研究し、それを行動として習慣づけ、組織の中でこれを意図的に活用して主体的に行動する管理者を養成し、組織の刷新を図っていくことに、研修の狙いがある。MTP の受講対象者は、 組織の責任者としての立場で部下と共に組織の総力を挙げて職責を遂行していくことになるので主に人の管理の仕方について集中的に研究していくが採用、配置、給与などのいわゆる人事管理全般について専門的に研究するものではない。同様に特定の業務に関わる専門的な知識や技能の研修は他の機会 方法に委ねることになる。また、部下がいない管理者の場合でも、いつかは部下を持つ、可能性もあり、毎日の職場生活が、人と人との接触の連続で、これら関係者の協力なしには、自分の任務を達成できないため、受講対象者となる。カリキュラムは、以下の6部17回で構成されている。以上の全項目を標準通り実施する場合の、研修時間は、 約32時間となる。17の会合は相互に深く関係づけられているので、第1会合から第17会合まで連続して実施するのが理想であるが、組織が抱えている課題や解決が急がれるテーマに焦点を当て、自在に組み替えたり、短縮して実施することも可能である。日産君が公開講座並びにインストラクター養成講座を開催している。 ありがとうございます。